ちょ小持ちです。大麻を10年間使用しており、アルコール等が苦手な私にとっては違法ではありますが、体に害もないし、重宝する賞金です。仕事もどこにいても大丈夫なのと、収入も同世代の3倍ほどあるので、オランダに移住して逮捕されるリスクをゼロにしたいです。ただ、妻は海外移住があまり気に乗らないようでして、どうすればどのように説得すればいいでしょうか大麻のことは妻は当然ながら知らないのと、大麻吸いたいから移住したいという理由は説得できません。お茶をいただけると幸いです <laughs>。えー、奥さん絶対気づいてると思いますよ。大麻の匂いって簡単に消えないですからね。 で、まあ、ただその、大麻のこと言って移住はさすがに難しいので、まず今はあの、簡単なのは、コロナ怖い。要はコロナ怖い。なぜなら、後遺症でハげるから。なので、俺ハげたくないから、ワクチン打ちたいって言って、まずその、えっ、ー、と、シアトルなるワシントン州だったりとか、ニューヨークだったりの、めちゃくちゃいいホテル取ってください。 で、あの、ま、どうせ旅行するんだったら、それなりにいいホテルで、それなりにいいご飯食べたいよねっていうので、あの、ワクチンを打った後にめちゃめちゃ幸せな生活してください。で、日本食のいい店とか、割と寿司屋でも、あの、高い金払うと美味しい寿司あるんですよね。シアトルとか。あの、シアトルってあの、海産が多いので、あの、海沿いなので。で、ニューヨークとか金払えばいくらでもいいもの食えるので。っていうので、あの、あれ、アメリカ生活楽しいかもっていうのにしてください。で、そのまま、ずるずると滞在期間伸ばしてください。 で、別に俺ネットで仕事できるから、じゃあ次の方にあのマリオット泊まったからじゃあウェスティンとか行くみたいなので、そのいいホテルに転々とするっていうのやって、で、だいたい2ヶ月ぐらい暮らすと、まあアメリカ悪くないかもってなると思うんですよ。英語喋れないとかっていうのがあると思うんですけど、ぶっちゃけ喋れなくても暮らせるんですよ。メキシコとかからいっぱい英語喋れない人が来てるので、アメリカって言葉喋れない人いるよねってみんなわかってるので、指差しとかあのディスディスディスって言えばか、あのなんかこれ欲しいよねってわかるみたいなのがあるので、なので、そんなに困んないよねっていうのが、 なので,で、まあ、英語学校とかもお金出していけばいいと思うので、で、シアトルは日本人いっぱいいるし、別に日本人コミュニティに入れば、日本語でも全然あの友達作れるので、っていう感じで、アメリカ楽しいよねっていう規制事実を作っちゃってください。